はい、ヤマダンです。ですね、今日はベイブレードをやっていこうと思います。でお題なんですけども、先日発売したユニークラインの忍びシャドウ、180、M ニードル、メタルニードルですね。ちょっと酷評になっちゃったんで、相性がいい相手いないかなって探してあげる動画になります。というわけでガンガンバトルしていこうと思います。ですね、ということなんで、じゃあまず、まあ最初はこれかな、ドランダが箱絵で飼ってるので、いなしているのでいなすはずです。それでいきます。3、2、1、ゴーシュ、オーバーフィニッシュ、幸先いいよ。3、2、1、おーし、あーこれが良くない、ピンフィニッシュ、ドランダは2ワンポイント、どうやっても真ん中にいるから、エクストリームダッシュが綺麗に決まる。3、2、1、おーし、フィニッシュ、忍びシャドウに、3ポイント、勝てるか。3、2、1、ゴーシュ、あーもらった、もらった、2回のもう2回もらった、耐えろ耐えろ耐えろ、あーだね、ドラッター側に2ポイント、3、2、1、おーし、これはもらったべ、よっしゃ、フィニッシュってことで、忍びシャドウですね、リベンジ達成、ドランダが倒しました。じゃあ次の相手、レオンプロ、デフォルトですね、いきます。3、2、1、ゴーシュ、これいい勝負じゃないか。新品種、忍びシャドウにワンポイント。お、これポイント、ポイントビット、天敵かもしれない。3、2、1、ゴーシュ。フィニッシュ、強いぞ。3、2、1、3、2、1、おーし、
よし、切り勝ち。スピンフィニッシュ、忍びシャドウにスリーポイント。スリー、ツー、ワン、おーし。レオンクローにワンポイント。スリー、ツー、ワン、ゴーシュ。攻撃が入るとダメっすね。レオンクローにツーポイント。スリー、ツー、ワン、ゴーシュ。お、これはギリかな。守備シャドウ、に、ワンポイントってことで、一応勝ちましたね。ポイントビット結構天敵ですね。あのメタルニードル傾いていなしさられるとちょっとダメだったのパターンがあったんで、いいデータが取れました。また逆にこっちの攻撃がガンガン入った時は、まあいなしきれないという時は、負けちゃいましたけど、じゃあちょっと攻撃系いってみましょうかね。シャークエッジ、デフォルト、これは怖いぞ。3、2、1、ゴーシュ。あー、バーストフィニッシュ。やっぱ抜けますね。あー、シャークエッジ、いいベイなんでね。3、2、1、ゴーシュ。完璧なエクストリームアタック。ストレート負けですね。これはちょっと勝ち目ないですね。じゃあ同じ防御でライノホーン行ってみましょう。ちょっとビットの名前がね、私うろ覚えなんでちょっと思い出せないんですよね。ちょっとベイの名前も怪しいですけどね。覚えてるやつは覚えてるんですけど、あんまり使ってないと忘れちゃうんですよね。スリー、ツー、ワン、ゴーシュ。ああ、重たいから飛ばすな。スティンフィニッシュ、ライノホーンにワンポイント。スリー、ツー、ワン、おーし。ライノホーンにツーポイント。相性が良くないかな。重量系と流線系だからな。軽いからね、忍びシャドウ。スリー、ツー、ワン、ゴーシュ。すぐ吹き飛ばされる。
ああ頑張ったけどダメだった。第2本スリーポイント。3-2-1おーし。やっぱベイは重たい方が強いのかね。ドロー。3-2-1おーし。粘った。忍びシャドウにワンポイント。3-2-1おーし。フィニッシュということでライノホーンの8でしたね。ちょっと重さが気になったんで測ってみましょうか。ちょっと待ってね。忍びシャドウが28g、28.39g、ライノホーンが32g ですね。5g ぐらい下がりますね。まあそれはあれだけぶっ飛ばすわ。まあ最後バースト出たのはちょっと意外でしたね。あのフルバースト、ラジェットからのバーストは意外でした。じゃあ仕切りなしだ、仕切りなし。ね、じゃあ君だ、コバルトドレイク。じゃあちょっと相手してもらおうか。3-2-1ゴーシ。お、これ変わってんじゃねえか。スリーフィニッシュ。忍びシャドウにワンポイント。攻撃さえ当たらなければ。3-2-1ゴーシ。オーバーフィニッシュ。コバルトドレイクに2ポイント。3-2-1おーし。エクストリームフィニッシュ。ってことで負けました。今日の成果としてはやっぱり真ん中への停滞、に対するエクストリームダッシュの確率が高いによって、エクストリームフィニッシュとあのスタミナの減少ですね、が見られます。であと意外だったのは、まあ、重量か 28g 測るまで知らなかったな。で重量差、
受領され、まあ、似たような感じの瓶なんですけど勝てないということで、でまあ悪いところだけではなくてですね、一個いいところがありましたね。ですね、ポイントビットが、相性がちょっと若干いいんじゃないかなと、いうところが、見られました。こんなとこかな、考察。いや違うよ、何言ってんだよ山田、忍びシャドウはこうやって使うんだよっていうご意見お待ちしておりますというわけで山田でした、バイバイ。